アレシボ天文台コンタクトは1997年のアメリカ映画。カール・セーガンによる SF 小説の映画化作品、セティプロジェクト人類と宗教、科学、政治、地球外生命などをテーマとする SF 映画に仕上がっている。セティプロジェクトの研究者エリナー・アロウェイはアレシボ天文台で探査と研究をしていた。しかし、 先の見えない石プロジェクトに対し会議的な天文学の権威トラムリンによってエリーのチームは研究費とアレシボの利用権を打ち切られ研究は中断を余儀なくさせられてしまうエリーは独自の資金源を求め各企業を渡り歩きついに SR 波電という符号スポンサーを得ることに成功するこうしてニューメキシコの超大型干渉電波望遠鏡群を 独自の資金で渡りをつけ、探査を再開したある日、彼女はついにベガから断続的に発信し続けられる、優位な電波信号を受信。チームは色めき、立ち、早速その解析を進めるが、独断でこれを公にしたことで、ドラムリンや政府が介入。探査は進むが、次第に、エリーの思惑とは関係ない方向へと事態が進行していく。政府の宗教顧問。 パーマージョスやカルト宗教家、さらに出資者派電までもが、それぞれの思惑で動き始めたことで、探査の主導権や解析結果の解釈をめぐる、駆け引きは、政治と科学と宗教を巻き込んだ展開となる。エリーとパーマーは、アレシボテ天問題での出会い以来の再会で親しく、なるが、パーマーが神を信じていることを語ると、実証主義のエリーはそれを、オッカムのカミソリを例に一生に伏す。 パーマーは愛する父親を幼くして失ったエリーに父親を愛していた証拠はあるのかと問いかける。派遣の助言によりエリーはメッセージの解読に成功。メッセージに含まれる設計図をもとに世界各国共同でベガイの移動装置が建設される。エリーは乗組員に志願するが審議会でパーマーに神の存在を信じるかと問われ実証主義の立場から否定する。 結果、エリーは落選し、神の存在を認めたドラムリンが乗組員に選ばれてしまう。しかし動作テストの日に、カルト宗教家の自爆テロによりマシーンは破壊され、ドラムリンは死亡する。失意のエリーは派遣から北海道東海岸で極秘に平行建造されていたマシーン2号機の存在を知らされ、乗組員として誘われる。エリーは乗船を希望し、 装置に乗り込むと、ワームホールらしきものを経由し、天国のようなベガにたどり着く。エリーはそこで父親を見つけるが、それはただ父親の容姿をしたイメージであることに気づく。異星人は何億年もの検知的生命体とコンタクトを取っているのだと父のイメージを通して、エリーに言い、この接触はスタートでまた会おうとエリーは地球に送り戻される。 地球に到着したエリーは発射時刻から全く時が経っていないことに気づく。管制室の人々も宇宙船はマシンを通り抜けて海に垂直落下したのみで実験は失敗したと思い込んでいた。エリーが身につけていたカメラにはノイズのみで他は何も映っておらず、エリーを調査した政府委員会はエリーの記憶は妄想だったとして決心した。しかし後に カメラ録画はノイズしかなかったものの18時間動作していたことが判明した。エリーはニューメキシコに戻り宇宙と向き合う生活を再開する。政府の援助なのか、ニューメキシコの超大型電波望遠鏡は増設されていた。リアリティの追求のため、メッセージに対する世界の反応を追うニュース発信源として CNN が使われ、 実際に25人以上の CNN リポーターが出演している。また、ラリーキングライブやクロスファイアといった番組も使われている。アメリカ大統領が会見を行うシーンで、当時のビル・クリントン大統領の実際の会見映像をデジタル加工したものを使用した。マシーン2号機の存在場所は、表示された地図上から北海道の知床半島の付け根の南側であると、 わかる。手のひらのクローズアップなどいくつかのシーンで、円弧状に並んだ交点のパターンが繰り返し現れる。これは、カール・セーガンのお気に入りの星座で、その形が、電波望遠鏡を思わせる冠座の星の並びに、なっている。カール・セーガンは自作の小説が映画化されることを、非常に喜んでいたが、1996年12月20日に英、英民、 完成した映画を見られなかった。この映画の最後には、フォーカールという文字が表示される。エリーが経験した地球外知的生命との接触の真偽について、作中では政府の公式見解が明確にされていないが、少なくとも以前よりも宇宙観測の環境が整う結果につながったことが、控えめに示唆されている。ありがとうございます。